この1年間皆さんと一緒にスカイランニングを楽しむことができてとても幸せな1年間でした。私自身もともと走るのがすごい好きだったんですけれども、スカイランニング自体が本当に私の中で好きなものなのか試す期間もあって、それをいろんな方に支えられながら乗り越えて、今は間違いなくスカイランニングが大好きになったので、来年はもっと強くなって自分の力を本当に一滴も残さず絞り出すような駆け上りバーティカルができるようになっていきたいなと思います。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。そうですね、今年は、ちょっとあまり世界選手権に行ったりとか、ちょっと他のシリーズ戦に出たりとかで、ちょっとあまりこちらのシリーズに出られてない時もあったんですけども、またちょっと試合に出すぎて調子を崩していた時もあったんですけども、最後うまくまとめることはできたのではないかと思います。はい、そうですね、あと、ちょっと個々の試合でちょっと優勝っていうのはなかったんですけども、総合で、シリーズチャンピオンになれたということでとても良かったと思います。で、今年は結構若い、また新しい人も結構出てきて、優勝というのはなかなかできなかったんですけども、でもまたそういう人と、競いながら、自分の力も高めていけたらいいなと思っています。40代今年になったんですけども、まだまだ若い人の壁となって、今後も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。